私太陽が怖いんです。どうしてなの？やわ肌が痛むんです。じゃあなんで笑ってんだよ。やわ毛が痛むんだよ。円楽師匠が怖いんです。どうして？あまりにも偉大すぎるんです。やばい、この野郎。10枚ぐらい持ってくんだよ。まあ1枚でもいい。でもさっきあいつっつってた。歌丸さん、楽太郎は私のこと普段なんつってる？うまんまつって。山田君、楽太郎の全部持ってきなさい。桂歌丸師匠が怖いんです。どうして？とても生きてるとは思えない。山田君、2枚あげなさい。主観と客観の相違でね、主観はそうだよね、ちゃんと出てるつもりなんだ。で、客観すると本当にね、クシャンの言う通りなんだよ。